トゥルグートレース級装甲艦は、オスマン帝国海軍の砲塔装甲艦の艦級。本級の前身は、ドイツ帝国海軍のブランデンブルク級戦艦であり、そのうち2隻を第一次世界大戦前に、オスマン帝国がドイツから購入したものである。右舷から撮影された、トゥルグートレース。本級は、オスマン帝国海軍が沿岸部の防衛を、 主任務として使用することを目的に購入したもので、予算は国民からの寄付により、一隻あたり百万リラで、ドイツ帝国より購入された。この当時のオスマン帝国海軍には老朽化した、装甲艦しか存在せず、列強の全土級戦艦に互角に戦える戦力はなかった。折しも、オスマン帝国から独立した新興国ギリシャは、 列強の援助により着々とオスマン帝国海軍に対抗可能な海軍戦力を整備しており、1891年にはギリシャ海軍がフランスに発注した海防戦艦イドラ級3隻中の2隻がピレウスに到着していた。しかし、当時のオスマン帝国は極度の財政難で、心臓艦の購入負担に耐えず、敵対国の増強に対しては既存の総効果を、 ドイツ・イタリア等の造船所で近代化改装を行い、装甲巡洋艦程度の火力を持たせるのが精一杯だった。その後、1908年に青年トルコ人革命が起き、成立した青年トルコ党政権は、老朽化した海軍を更新すべく、統一と進歩委員会の支援により、国民から寄付を募り、ドイツ帝国から全土級戦艦。 ブランデンブルク級のうち2隻を購入した。これが本級である。購入時点でイギリス海軍が建造した土球戦艦ドレッドノートによって時代は土球戦艦時代に入っており全土球戦艦ですらないブランデンブルク級は安価に購入することができた。本級は1902年から1905年にかけてオーバーホールを兼ねた。 近代化改装を受けており、旧式であるが、ものは、しっかりしていたこともトルコにとって幸いであった。トルコに売却されたのは、クルフィルスとフリードリヒビルヘルムと、バイセンブルクで、中でも、クルフィルスとフリードリヒビルヘルムは、ブランデンブルク級の中でも、機関設備を持っていた。1910年8月に、トルコに到着してそれぞれ収益した。 1915年に取られたトゥルグトレース。前身のブランデンブルク級戦艦は、フランスの増加義様式に範囲を取り、戦隊は顕著なタンブルホーム型の戦隊断面を有する船首楼型で、この戦隊中心線上に連装手法3基を配置する基本配置としていた。購入後も大幅な改装はなく、関係、基本配置は、ドイツ海軍時代と変わっていない。 1910年に撮られた、クルフィルストフリードリヒビルヘルム環境側面から2番煙突側面に、かけて開いた四角い方門から副砲が出ている。ドイツ海軍時代に、片言3機だった副砲は、片言4機に、増載された。写真下部に映る、魚雷発射管に魚雷を装填中の写真。関西艇の下の方門から防水布が巻かれた10.5センチメートル。 副砲3機が見える。本級の主砲は 28cm40 後継お及び 28cm35 後継砲で、ドイツ海軍時代と同じである。また、副砲は 10.5cm35 後継、速射砲と8.8立方センチメートル5後継、速射砲フランスのオチキス社のオチキス 3.7cm40 後継機砲で、 水雷兵装は 45cm 魚雷発射艦6機である。これらも基本的にドイツ海軍時代の装備を踏襲している。オスマン帝国海軍に収益後の1912年に 8.8cm 速射砲2機と原則の 45cm 魚雷発射艦2門を撤去した。1916年に トゥルグートレースの2 0 5トル速射砲6機を撤去した。ついで1927年に8 8トル速射砲4機と、艦首の4 5トル魚雷発射艦1門を撤去した。本級の推進機関である三段防潮式3、気筒レシプロ機関の写真。本級の機関部は、基本的に、ドイツ海軍時代と変わっていない。 シュボイラーはドイツ海軍式石炭、重油根小水管管12機であり、推進機関として、直立型三段膨張式三気筒レシプロ機関2機を、組み合わせ、二軸推進で、最大出力1枚228馬力、速力16.0ノットを発揮した。燃料消費量から石炭1050トンとタール油110トンで、 速力10ノットで4500海里を航行できる能力を持っていた。前身のブランデンブルク級戦艦は以前の解剖戦艦時代から引き続きタンブルホーム型の戦隊断面形状を採用した。火事は主打だけである。関西艇置き場には上機艇2隻、ランチ2隻、カッター2隻、ジョリー2隻、ジンギー2隻、ピンレース1隻の 計11隻の定数を乗せられた。これら戦隊についても、基本的に、ドイツ海軍時代と変わっていない。本級の武装、装甲配置を示した図。前身のブランデンブルク級戦艦の装甲防御は、フランス式を踏襲しており、推薦下の8割以上を防御する、全体防御を採用、ドイツ戦艦の伝統となった。なお、当時のドイツでは、 ニッケルコーやクルップコーなどの装甲板の製造に成功はしていたが供給力不足であったために本級のうちクルフィルスとフリードリヒビルヘルムとバイセンブルクのみクルップコーハンが間に合わず水線部装甲の大部分は未だ高度と強度の異なる鉄板を貼り合わせた複合装甲で以降のブランデンブルクベルトからはクルップコーハンを採用芝倍以上の防御力を得た このため、オスマン帝国に売却された2隻は、防御能力が劣っていた。本級と共に訓練航海に出ていた、装甲艦、メスディエ。1903年に、イタリアで近代化改装を受けて15.2センチメートル、単層砲12機の装甲巡洋艦級の火力を有していた。本級は、購入前の1901年の近代化改装で、 老朽化した機関の乾燥、複砲の二門増加、魚雷発射艦の水面下移設等の改装を行っており、この状態で1910年8月にオスマン帝国海軍に購入された。購入後の本級はトルコ艦隊に属したが、本級を戦力化するためには、全体に連動が十分とは言えない艦隊の中から数、少ない訓練された。 可視感を引き抜かねばならず、戦力化には一層の努力が必要であった。しかし、購入翌年の1911年に勃発した井戸戦争によって、本級は早くも戦乱に巻き込まれた。イタリアとの海戦時に、本級を含むトルコ艦隊は、7月から完熟訓練を兼ねて、国会を出て、地中海で訓練公海に出ており、 9月28日の時点では、ベイルート近辺で行動中で、この訓練艦隊は、装甲艦、トゥルグート、レース、バルバロスハイレッディン、メスディーエ、駆逐艦、バスラ、サムスン、タショズ、ヤルヒッサルと、水雷艇、デミルヒッサルからなっていた。この時に、イタリア海軍は、トリポリを確保するために3万の兵を輸送中であり、護衛艦隊と接触すれば、 トルコ艦隊の敗北は必須であった。幸いにも9月30日に本国からの警報を受信できた訓練艦隊はダーダネルス海峡に急行し10月2日にはコンスタンティノープルに帰還して難を逃れることができた。しかし優勢なイタリア海軍に対してトルコ艦隊は必則を強いられ1912年10月に イタリアとの戦争が終結するまで本級は全く行動できなかった。本級と共にバルカン戦争に参加した防護巡洋艦ハミディエ。ブルガリア水雷艇からの雷撃を受けて大破したが、連度の高い上院の努力により応急処置が成功して、撃沈は免れバルカン諸国との戦闘を生き抜いた。1912年10月17日に、 バルカン同盟諸国との間でバルカン戦争が勃発するとオスマン帝国艦隊はブルガリアに対して積極攻勢に出た。オスマン帝国海軍はギリシャ海軍を仮想的として海軍を整備していたためギリシャより海軍力の劣るブルガリアに対しては優位に立つことができたのである。オスマン帝国艦隊は10月19日にブルガリア沿岸部バルナ港に 本級2隻と防護巡洋艦、ハミディエ、メジュディエと4隻の水雷艇を伴って、艦砲射撃を観光。ブルガリア海軍の水雷艇を撃退して、オスマン帝国艦隊は45発の砲弾を発射し、ブルガリア軍の残豪船を破壊して、四季の紅葉を図った。続いて艦隊は、カバルナに向かい、ブルガリア陸軍の物資補給所に、艦砲射撃を行い、これも、 損害を与えた。この折に、港にいたブルガリア海軍の小型水雷艇2隻を捕獲した。この後、オスマン帝国艦隊は、コンスタンティノープルに布陣した、自国陸軍に対して、支援行動を行った。この時に、ブルガリア海軍の小型水雷艇4隻により、防護巡洋艦、ハミディエが雷撃を受けて大破した。息に乗るブルガリアは、陸軍で攻勢に出るが、 本級を含むオスマン帝国艦隊は、マルマラ海沿岸部から、艦砲射撃を行い、敵軍の攻勢をくじいた。攻撃失敗により、攻撃限界を迎えた、ブルガリア、セルビア、モンテネグロは12月3日にトルコと急戦協定を結んだ。これにより、オスマン帝国艦隊は、ギリシャ艦隊だけに戦力を集中することが可能となった。 当時のギリシャ艦隊の主力艦であった、イエロギオフ・アベロフ。排水量1万トンプラスながら23.4センチメートル方4門、19.1センチメートル砲8門という、侮れない火力を有していた。ギリシャ艦隊は、10月18日から20日にかけ、ダーダネルス海峡封鎖を主目的として、リムノストを占領作戦を成功させていた。 12月16日に、オスマン帝国海軍による、ギリシャ反抗作戦が開始され、本級の、トゥルグート、レース、バルバロスハイレッディン2隻、装甲艦、アサルティブフィク、防護巡洋艦、メジディエ及び、駆逐艦4隻が出動した。これに対し、ギリシャ艦隊は、機艦、イエロギオフ・アベロフ、イドラ級海防戦艦3隻及び、駆逐艦4隻が迎撃に出動した。 当時のギリシャ艦隊の主力艦であったイドラ級の艦型を示したイラスト。本級は27.4センチメートル単装砲を全部に並列配置していたために全方向に火力の2、3を試行することができた。オスマン帝国艦隊は9時50分に射距離約14000メートルからギリシャ艦隊に向け射撃を開始した。一方、ギリシャ艦隊は速力に勝る機関の イエロギオフ・アベロフと駆逐艦隊を先頭に配置し、低速のイドラ級3隻は並列配置の手法配置を活かせる、横列陣形を取り、筆中を起して7800メートルまで近づいてから、応戦した。オスマン帝国艦隊が、低速のイドラ級3隻と砲戦を行っている暇に、高速のイエロギオフ・アベロフは、反対側に回り込んで、オスマン帝国艦隊を、 両言からサンドイッチして、砲撃を開始した。この時点で劣勢を判断にした、オスマン帝国艦隊は9時50分に、ダーダネルス海峡に向けて、撤退を開始したが、連土に劣る艦隊はバラバラに散開してしまって、味方艦同士で異界を制限し、接触の危険性もあり、格好撃破の格好となってしまった。この隙を突かれて、バルバロスハイレッディンは、 後部看板に命中弾を受けて、水兵5名が戦死した。その直後、3番手砲塔に直撃弾一発を受け、誘爆こそなかったものの主砲の1、3が、砲撃不能となった。機関室にも破片が侵入し、損傷したボイラーから出火して炎上した。トゥルグーとレースと、メジュディエにも被弾したが、昇破程度で、上部構造体が燃えた程度であった。この戦いで、 オスマン帝国艦隊は800発もの砲弾を発射したが、ギリシャ艦隊に対してこれといった損害は与えられず、3000メートルまで接近したイエロギオフアベロフに大口径砲弾一発を命中させたに止まり、装甲隊に弾き返されて損傷は与えるに至っていない。士気の低下を恐れたオスマン帝国艦隊は損傷の浅かった。 トゥルグートレースと防護巡洋艦、メジディエ及び駆逐艦4隻により、ラーダネルス海峡突破を狙ったが、ギリシャ艦隊が行動中であるのを発見し、撤退した。本級と共に、バルカン戦争に参加した、装甲艦、アサル・テブフィク。1903年から1906年にかけて、ドイツで近代化海層を受けて15センチメートル。 炭素砲3門12センチメートル炭素砲7機の装甲巡洋艦級の火力を有していた。続くレムノスの海戦では、ラムシベー大佐に引きられて、ダーダネルス海峡を渡った、オスマン帝国艦隊、トゥルグート、レース、バルバロスハイレッディンと防護巡洋艦、メジディエ、ハミディエと駆逐艦と水雷艇計13隻が、レムノス島まで13マイルの地点で、 ギリシャ艦隊に迎撃された。ギリシャ艦隊機関、イエロギオフ・アベロフを発見した、オスマン帝国艦隊は、退却を試みたが、前回と立場が変わり、今度は長距離砲撃を受けた。オスマン帝国艦隊は撤退するもギリシャ艦隊は、追撃を取り、約2時間後には、イエロギオフ・アベロフに5000メートルまで接近された。オスマン艦隊は、 遊軍のダーダネルス要塞の射程まで配送した。この戦闘で、主力艦、バルバロス・ハイレッディンと、トゥルグートレースは激しく炎上し、バルバロス・ハイレッディンは2番手法塔が、使用不能となり、同じく、トゥルグートレースも、砲塔1機が破壊された。さらに、装甲艦、アサル・テブフィクも大破し、オスマン側の人的被害は、戦死31名。 負傷者82名を数えた。オスマン艦隊は大小砲弾合わせて800発を放ったが、ギリシャ艦隊にはほとんど被害はなく、1名が重傷を負っただけであった。1913年2月8日にオスマン帝国艦隊は輸送船で陸軍の上陸作戦を支援した。バルバロスハイレッディン・トゥルグトレースに数隻の巡洋艦で砲兵隊を海上から 沿岸部の 1km にかけて、援護射撃を行い、陸軍の左翼を支えたが、オスマン帝国陸軍が攻めきれず撤退を開始した。ブルガリア陸軍は、反撃に出たが、その先を、バルバロス・ハイレッディンからの艦砲射撃によりくじかれて、反撃は失敗した。この戦いで、バルバロス・ハイレッディンは 10.5cm 複方と 8.8mm 体、 水雷帝砲を合わせて180発から250発を消費した。1913年3月に再びオスマン帝国艦隊はアタルカ守備隊への支援を再開し、3月26日にバルバロスハイレッディンは 28cm 主砲と 10.5cm 副砲を用いて艦砲射撃を行った。トゥルグートレースは3月30日に 撤退中のブルガリア陸軍を攻撃するオスマン帝国陸軍左翼へ支援砲撃を行った。オスマン帝国軍の進軍は野戦砲とバルバロスハイレッディンの火砲により後押しされ、日暮れまでに約1500メートルの進軍距離を得た。ドイツより購入した巡洋戦艦ゲーベン改めヤウズスルタンセリム。第一次世界大戦勃発時にはドイツから 上と改名された、巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムが加わり、これと並んで、本級2隻は以前として、オスマン帝国海軍の貴重な、大口径砲艦であった。この頃には、イギリス人によって運用されていた、交渉設備は、ドイツ人にとって変わられ、ハードソフトともに、バルカン戦争の頃とは比べ物にならないほどに、整備能力が向上した。しかし、 本級二隻は、この頃は度重なる、老朽化により速力は10ノット程度に低下しており、解剖戦艦程度の役割しか与えられていなかった。バルバロス・ハイレッディンを撃沈したイギリス海軍潜水艦 E-11。1915年8月15日に、マルマラ海で、紹介任務中だったバルバロス・ハイレッディンは、イギリス海軍潜水艦。 E-11 の雷撃を受けて撃沈され、253名の貴重な海軍将兵が失われた。一方、トゥルグートレースは幸運に見守られていた。ドイツより購入した軽巡洋艦、ブレスラウ改め、ミデッリ。写真は、ブレスラウ時代。対戦末期、トゥルグートレースは、1918年1月20日の作戦で触雷 座礁した、巡洋戦艦、ヤウズ・スルタン・セリムの救助の任に当たった。1918年1月20日に実施された、巡洋戦艦、ヤウズ・スルタン・セリムと、ミディリリのダーダネルス海峡を襲撃は、連合軍の不意をつく作戦であった。しかしながら、海峡外に構築されていた、連合軍の嫌い腹により、ヤウズ・スルタン・セリムが食らいしてしまった。 幸いにも致命傷には至らず、オスマン帝国艦隊の作戦は続行され、艦隊はインブロス島に停泊していたイギリス海軍のモニター、ラグラント M28 への砲撃を行い、撃破した。ついで、島にあった連合軍の無線所や灯台を砲撃し破壊した。攻撃を終えた、オスマン帝国艦隊は海峡に引き返し帰還を開始したが、 この時に島を大回りで回ったために、再び連合軍のキライハラに踏み込んでしまった。この時は、ミリリが植雷し、航行不能となって漂流した。ミリリ艦長は、浸水を抑えるために行進をかけたが、これに寄り抜けたはずのキライハラに、再び侵入してしまい、合計4発を植雷し沈没した。この時、ミリリの救助を行おうとした。 ヤウズ・スルタン・セリムも、もう一発の嫌いに触来し、大破した。このため、主力艦の喪失を恐れた同艦の艦長は、ミディリリ上院の救助を、駆逐艦に任せて、撤退を開始する。しかし、島の襲撃に対して、連合軍側の駆逐艦が到着したために、オスマン帝国の駆逐艦隊も撤退せざるを得なくなり、ミディリの生存上院は、 連合軍側の駆逐艦により救助され、捕虜となってしまった。この後、ヤウズスルタンセリムは撤退中に、嫌い腹に再度踏み込んでしまい、三発目の嫌いに、触来した。度重なる浸水により、喫水の増加した同艦は、海峡内でソーダを誤り、浅瀬に座礁して、行動不能となった。この直後には、オスマン帝国側にも、連合軍側にも、 同艦を離傷させ救出あるいは捕獲する戦力がない状態であった。1930年代に取られたトゥルグトレース。背後に見えるのはコジャテペキ駆逐艦ヤウズスルタンセリムの救助にはトゥルグトレースが当たることとなった。1月26日に到着したトゥルグトレースは浅瀬に横たわるヤウズスルタンセリムの監首に対し艦尾から接近して、 栄光策をつなぎ、本艦のスクリューが発生させる水流を、ヤウズ・スルタン・セリムの艦首が刺さったサスにぶつけて砂を押し流した。このトゥルグートレースの救助活動により、ヤウズ・スルタン・セリムは、離床に成功し、コンスタンティノープルへ撤退することができた。第一次大戦後は、他の主要艦艇とともに一次連合国側の管理下に置かれた。 その後セーブル条約に基づくオスマン帝国の軍備制限によって連合国の戦利官となることとされたが、同条約は最終的に批准されず、本館を含む官邸の引き渡しは行われなかった。そしてローザンヌ条約により、トルコの軍備保持が認められたことから、本館はヤウズスルタンセリムと共に、新生トルコ海軍の戦力として使用されることとなった。 第一次世界大戦の時点でもすでに旧式化していた艦ではあったが、1933年まで現役にあり、以後も1950年代まで練習艦として使用された。その後除籍され、1953年に解体処分された。この時の改装艦としては、アサルテブフィク、アブニラー急走交換。 フェトヒビュレント、メスディーエ、オスマニーエ急走交換等がある。この時本館は日本への戦利館に指定されたとも言われる。ありがとうございます。